はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回のはいこちらちょっと楽しんでいきましょう。はいまたねちょっと古いね素敵なプラレールですね。今回ははいプラレールのユーロカートレイン、こちらをねちょっと楽しんでいこうかなと思います。で気になるのはねこのオリジナルのトミカ1台付きとなっておりまして、ちょっと見えてますね。はいこのようにねトミカがね付いているといったね、まあちょっとね今ではなかなかないようなねプラレールになっております。でこれ発売されたのがね2001年ですね。調べたところ2001年になっておりまして、僕ちょっとオークションで買ったんですけども、まあまあそこそこのお値段でね購入させていただきました。多分ね状態はねもうめっちゃほぼほぼ多分新品に近いようなね形になってるんじゃないかなと思いますね。でユーロカートレインね、まあその名前の通りですね、車とね一緒にこう旅行できるねそういった車両がありまして、もう今はもう廃止されてるんですけども、まあそれがまあプラレールになって登場していたといった形ですね。よしじゃあちょっと見ていきましょう。まあ、とにかくこのね先頭のこう DD51 ですよ。これねこれがまたね素敵で、でこれねこれ有害者でしょ、で後ろに多分ね客車ついてると思うんですけども、まあちょっと、ね、後ほど触れていこうかなと思います。で多分これレガシーですよね、多分レガシーがついてるんだと思うんですね。で箱でまざざっと見ていくと、はい後ろユーロカートレインの説明書いてますね。こんな感じで、お客様が自分の車と一緒に旅行できるように客車の他に目的地まで車を積むための貨車を連結しています。この DD51 型はユーロライナーと呼ばれる特別車両で、本物はカートレイン専用ではありませんというね形になっております。でちょっとこんな感じで、まあ、遊び方が書いてあると。さあさあそれでねもう見ちゃいましょうね。いや素敵っぽいな本当ね。さあさあそれでねちょっと楽しませていただきましょう。いやこれね状態いいの結構、ね、探してたんですけど、今まで値段がね結構高かったんですよ。でまあまあまあ割といろいろまとめて買ったんで、まあそう考えるとお得な、得でもないけどまあいい値段で買えたんで、まあもし動画見て気になった方はぜひちょっと探してみてください。まあたまに出回っております。ではでは行きますか。よいしょ。あーでも本当綺麗ですねこれ。でちょっとね一個一個出していきましょう。よいしょ。あ黒入ってないでもこのまま行きましょうか。おーかっこいいっすこれね。おこれは展望車になるんですかね。はいこんな感じのね車両ですね。これまあ一番後ろになるんですが、いやなかなかね今もこういったねプラレールないんで素敵ですね。まあさすがにちょっとねこう中開けるようなねギミックとかねまあないんですよね。プラキッズとか乗せれたらまあ素敵だったんですけど、まあネジ外して詰めないこともないですよね。結構ね中ねあのスペースがあります。で窓は全て穴開きですね。特に透明のねクリアパーツとかははめられてないですね。全て穴開きになってます。てかもうこのデザインがいやなかなかねかっこいいね。ちょっとね見間違えた新幹線に見えないこともないですけどね、700系とかにね見えないことないんですが、まあメインカラーホワイトでブルーの、ね、ラインが入ってるね形のねデザインになっております。で屋根の部分はグレーですね。こんな形になっておりまして、いいですね展望車ですねこれね。めちゃめちゃかっこいいね。でさらにこれ後ろつなげれるようになってるんで、もうこれいっぱいあったらね本当にたくさんつなげたい感じです。ということでまず一つ目こちらね展望車でした。で続いてこちら出てくるかな。よいしょ。こうしまして、出しにくいな掘りましょう。ちょっと袋に入ってないんでちょっと出しにくいですが、よしちょっと出てきましたね。よいしょ行きましょう。結構急遽してパンパンですね。よし続いて、あこれが有害者ですけども、ほう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 、あまあまあでもこの形はちょっと見たことありますね。ただまあデザインがちょっとオリジナルものになってて、中にまあトミカ入ってるんですが、とりあえずこの状態でお楽しみください。はい来るとねこんな感じです。あここねヘッドマークありますね。カートレインのヘッドマークね素敵ですね。いいですねいいですね。でちょっとねこう側面のデザインとかはまあクリアになってて、中のね車両が見えてて、でカートレインのねロゴもあります。でブルーのラインもねこちらも入っておりまして、で色塗られてるとか、ここはもう白ですね。屋根とかあと前後ですね、こんな感じでホワイトになっております。で台車の部分はグレーですね。車輪は非常にあの小さいねものになっております。かっこいいね。でちょっと中の方出しましょう。もうスライドされておりました。はいよいしょ。こんな形でね、おー出てきましたよ。ねえ、おレガシー、かっこいいじゃないですか。いやもうこれ目的っていうちょっととこもあったので、いやこのね車両はね、このプラレールを買わないとちょっとね手に入らない部分がありますので、これはねありがたいですよ。本当ね、こういうセット本当ねまた出してほしいですね。うん、カートレインはね出てるんですけどね。で、おとにかく状態も本当あのもう新品未開封ですこれね。よしじゃあちょっとね見ていきましょう。はいこちらねレガシーですね。まあ古いタイプになるんですけども、はいこのようになっておりまして、ざざっとね全体ははいこんな感じになってます。で本当あのもうしっかりしたねちゃんとしたこうトミカになってまして、ヘッドライトははいこうシルバーメッキですね。こんな感じでなってます。で特にエンブレム
ームとかそういったものはなくて、ボディカラーもまあシンプルですね。シルバーカラーになってます。ハイコンのようになってます。でここのルーフのところはここ黒の塗装が入ってますね。いいですね、いいですね、かっこいいですね。で側面見てみるとこのようになってます。ピラーのところとかはまあ黒の塗装が入っていて、でまあボディのプレスラインとかも仕方できてますね。でこれ、これドア開くんですよ。お、開く。あとだけよ。で、ホイールタイヤはシルバーメッキのスタンダードタイプのものになってます。で、まあ結構ね、多分歳月は経ってるんですけど、本当塗装は綺麗な状態ですね。良かったですね。で、後ろ、テールはこんな感じ。まあ結構ね、大きくね、もう赤の塗装入ってますね。こんな感じでね、太くね、赤の塗装が入っておりまして、で、特に車両名とかは記載はないですね。で、あ、リアワイパーはね、こんな感じで再現されていると。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もこのようになっております。でと、で上から見てみると、はい、こんな感じで、そこの部分はと、はい、このようになっておりまして、でこちら、ベース自体が、まあ2000年のナンバー18番ですね。スケールは60分の1でスバルのレガシーです。でこの車両ですね、ギミックの方ですが、サスペンションと、あとですね、先ほど見ましたがドアの開閉ですね。左右のドアがね、しっかりとね開けれる形となっておりまして、で内装はねグレーの成形色なので形もしっかりと見えるかなと思いますね。いやー、本当よくできたね、かっこいいねオートレガシーになっておりました。いいですね、いいですね。古き良き時代のトミカです。めちゃめちゃいい、これは嬉しいですね。で、もう一度、ちょっとね、この状態で、乗せてみましょう。はい、まあ他の車両も乗るんですけど、今回はもうレガシーでいきましょうかね。はい、このようにレガシー乗せてみると、はい、こんな感じになります。ちょっと走行の方はこの状態で楽しんでいこうかなと思いますが、いや、もう一度でいいからね、こう、ちょっとカートレインで旅とかしてみたかったなって今になって思います。はい、ちょっとなんかぜひね、まあこういう車両も多分ないと思うんですけど、ちょっと北海道ぐらいまでのんびり行きたいですね。はい。ということでこちらね、多分これ脇1万ですか、これね。多分そうですよね。はい、こちらね、有害車でございました。で、続いて。で、はい、こちらね、引っ張ってくれるのが DD 小石ですが、ちょっと、まだね、ここにいてるんで、出てこないですが、頑張って出します。はい、5分かかりました。よし、来た。あ、で、もうせっかくなんで、プラレーシャカードね。はい、こんな感じになっております。あ、連結はこの感じなんですね。DD512、展望車に、有害車と。はい、あ、こんな感じになってですね。だから、ちょっとこの順で連結してね、走行楽しみましょうか。ほう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 。なるほど。で、ちょっとまあ歴史を感じる紙ね。はい。部品注文書。ね、今はないですけど。はい。こんな感じのね、部品注文書も入っております。難しいですね。こういうのってね、大切な資料でございます。で、こちらですね。はい、登場しましたが、てか、ちょっと心配だったんですよ。先日見たね、ゼロ系みたいに焼けとかないかなと思ってたんですけど、ちょっとなんかこことか色が変わってるんですけど、ここはテープのあれですかね。なんていうの、酸化じゃないけど、多分、そういう焼けとかではなさそうな感じはしますね。ボディはほんと、綺麗じゃないかなと思います。うん、あ、黄色くとかなってないですね。お、よかったよかった。よし、じゃあちょっと楽しんでいきましょう。見てください、このねカラー、特別感のある DD51 ですよ。いやー、これはいいですね。めちゃ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 かっこいいじゃないですか、ね、素敵ですね。で、まあ作りで言うとね、このライトのところはシルバーの塗装ですね。で、ここの DD51 の表記、この部分はまあシールになるんですけども、こんな感じでしっかりとはっきり大きく書かれてます。で、なんといってもこのデザインですね。白がメインカラーで、ブルーのラインね、はい、このように入っておりまして、いや、このね、これ何カラーって言ったらいいんでしょう、これもユーロカラーでいいんかな勝手にちょっと名前つけましたけど、ほんとかっこいいですね。うん。で、屋根の部分はまあグレーのね、塗装になっております。で、スピードは1段階のみみたいですね。で、後ろもですね、はい、ここもね DD51 の表記ちゃんとありましてね、このライトの部分はシルバーの塗装仕上げです。いや、もうどっから見てもやっぱいいね、 DD51 またいろいろとちょっと出てほしいですね。うん、まあ、こんな感じのね車体になっておりました。で、まあ多分新品だと思いますね。これ動くと思いますが、ではちょっと電池入れてね、動作チェックもしていきましょう。まあね、綺麗で言ってもね、やっぱ動くまでね、心配なところがあるんでね。ではね、電池ですね。はい、こちら単二電池1本を入れていきます。で、まあボディカバーに貼り付けましょうか。よいしょ、装着いたしまして、あ、爪を先に引っ掛けて装着ですね。はい、こうですね。で、ちょっと電源入れていきます。電源オン。おー、一発やった。あ、余裕ですね。そして優雅な走りを、これパワーモーターですかね。おー、素晴らしいね。
力強くちょっとトミカとかねいろんな車両を引っ張ってくれそうです。で、はい、こんな感じで、ね、ちょっとね3両で揃いました。いやどうですか、もう見事ですね、うん、素晴らしいと思います。よし、じゃあちょっとね3両編成もしましょう。でさっきのプラ列車カードにあったように DD51 に、展望車ですね、展望車で、あと遊具会社ですね、こちらをつなげまして、3両編成です。ちょっとねトミカ積んでるのであんまりガラガラとしたくはないんですけど、はい、このようにちょっとゆっくり行きましょう。こんな感じの3両編成、いやー走行も楽しみですね。こういう本当トミカ付きで素敵だと思います、そして全ての車両にちょっと特別感がありますので、これはね素晴らしいね、かっこいい走行を見せてくれるんじゃないでしょうか。さあさあそれではねちょっとねシンプルなねレイアウトですが、走行の方も見ていきましょう。さあさあそれではね準備の方整いましたんで、ではではちょっと走行の方もね楽しんでいきましょうか。ではユーロカートレイン出発進行。堂々の走りですね。おー素晴らしい。はい、ということで今回はねなかなかね素晴らしいねプラレールとねトミカのセット、今回はユーロカートレイン、こちらねちょっと見ていきましょうか。さあいかがだったでしょうか。もうどれをとってもねほんとかっこいいですね。特別感のあるね車両です。そしてトミカですね、とてもねいいセットになっておりましたので、まあ今ちょっとね探すとね値段高いものばっかりしか出てこないと思うんですが、たまに安いのがねほんとたまにですけどもね出回ると思いますんで、今回の車両ねもし気になった方いらっしゃいましたら、ぜひねアンテナ張って探してみてください、ね、多分まあ 4,000 円ぐらいだったらまあ買いかもしれませんね。ちょっと高いですけどね、もし気になった方はぜひ探してみてください。でちょっとねいろいろとまあ古いね車両とかもちょこちょこ前から言ってるんですけど、買ったりして動画もね出していこうかなと思いますんで、まあ楽しみにね待っていてください。まあということで、はい、今回はこの辺りに締めたいと思います。おもチャンネルのタレでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんなマシュマロさんでよろしくお願いします。あとねツイッターやねインスタもタップするんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではごきげんよう、さよなら、バイバイ。